東京都を流れる渋谷川、古川で今後氾濫する恐れがあるという情報が入ってまいりました。渋谷川、古川で警戒レベル4相当の情報が発表されました。今後氾濫する恐れがあります。これは避難指示の発令の目安です。流域の住民は建物の2階に避難するなど浸水に警戒してください。特に地下施設は水が流れ込む恐れがありますので十分に警戒してください。届いているリポートを見ていきます。かなり川の水位が上がっていることがわかりますね。ではいただいているお天気の報告を見ていきましょう。東京都心には現在活発な雨雲がかかっている状況で、広範囲で黄色の豪雨レベルの激しい雨の報告をいただいています。この先もさらに水位が上がる危険性があります。では今後の雨雲の予想についてアプリで見ていきましょう。アプリウェザーニュースを開いていただき、一番下の右から2番目傘マークレーダーというところをタップ。一番上で雨雲モードを選択すると、このように現在この先の雨雲の予想を見ることができます。活発な雨雲が東京都心にかかっておりまして、この先もしばらくはこういった状況続いていきそうです。ぜひ最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。